赤星赤崎瀬尾赤星赤星テリー、はい、ですお願いします。はい、さあ今回やぶそばですよ、ね、並木やぶそばさんです、こちらは思い入れが深い雷門の近くにあります、ね、思い入れ深かったんだ。浅草です。知らなかったよ、うん、浅草門が分かんないから、まあ、ちょっとずつね見ていきますけど、メトロのね浅草駅からもうすぐ本当に 2,3 分のところにあるんですね。近い。はい。で元々ですね文京区本郷にですね、うん、蔦屋という蕎麦屋があったんですね。レンタルじゃなく、レンタルではございません。たまにあるもんな、感じだったやん。たまにあるやつね、本があるやつで、そこがヤブに囲まれてたんでヤブそばというあだ名がついたと。でですね、その蔦屋の支店であった神田ヤブそば店の系列がこの並木ヤブそばでして、あのおいしんぼのモデルになった超有名店。入院読んでましたからね。あ、そうなんですよ。出てきたんです、そばの会。面白いということでね、あのメニュー10種類ありますね。少ないんですよね。その中で乗りかけというのを選択しております。乗りかけ、はい、どんなのが来るのかというとこちら、乗りかけだです。乗りかけですね。乗りがかかってますが、でもですね、うん、これね大盛りをねやってないんですよ、うん、ある理由がありまして。もうクイズだ。はい、これ後ほどです、後ほど、後ほどですよ。なんでしょうね。でちなみにこれちょっと前に食ったザルそばなんで、僕2回目なんですよ行くの。ああそうなんだ。はい、で取ってたんだ。そうなんです。あそうなの。ザルはザルで海苔が乗ってないという、これがまたね、あのザルと森の違いとかでも、あの並木さんは全然違うやり方でやってるよと。でですね、そば、これとわりそばですね、うん、つなぎに小麦粉を使わないのがとわりということで、それからそばのね身を全部何から何までひっくるめて引いたものに関しては香りが非常に豊かになるということで、うん、ただ引いてるのかどうかちょっと調査中です。並木さんがやってるのか調査中って何ですか。難しいんですよね。調査した後にやってください。調査中にちょっとやっぱ動画上がる時間になっちゃってすいません。でですね、返しがね土の中に亀入れて、その中に何週間も寝かせて、うん、でその後も出して寝かせてを繰り返してやっと出てくるつゆらしいんですね。返しって言ってましたけど、あ、で最初は返し、最初は返しなんだ。返しなんだ。そう、その後出汁入れてつゆになる。あ、ちゃんと合ってる情報として。そうそうそう。なので決まった量だけなんで、そばの大盛りがそれでできないと。そのつゆに対して。で一番辛いと言われる並木やぶそばさんですが、しょっぱレベルは4ということで。はい。じゃあまだ入ってるんですね、下が。まあ、どうしろ下は。東京一辛いということはこれ以上もう5は出てこないということで、ね。元に戻ってきたのかもな。ああ、仮に、ね。もしかしたらね。もしかしたら。でまあ、わさび、これいきますよ。パリパリ海苔とね、わさびの組み合わせ、美味しいですよというのが、複数の食べ方してますね、今回はね。最初はダイレクトにいきます。ね。で、つが、まあ、結局ね、つゆに全部つけていただく。まあ、やぶそばさんが先っちょにちょっとつけて食べるという発祥らしいんで。へぇ、あまりの辛さにね、全部つけちゃって辛すぎる。なるほど。僕はそう思いませんでしたけど、やっぱり戻ってきてるのかもしれない。僕はそう思いません。はい、まあ、そば湯ね、おいしんぼの一幕ね思いを馳せながらの、ぜひともねおいしんぼのそばの回見てください。何話ぐらいですか。漫画だと結構一巻の序盤に出てます。アニメだと5話です。両方見た、はい、そっちも見てます。はい。砂場よりもサラッとして、サラシナよりもトロッとしているそば湯、ちょうど中間だね。ちょうど中間。新入荷ですか。これはこれはですね、これはですね、ご参加の中でも微乳化です。微乳化、微乳化系そば湯ということでね、一番熱い微乳化でございました。温度もね、しっかりと、あの会員完食ということなんですということでね、はい、先にね、まあ、このハイカラレベルを見ますね、のりかけハイカラレベルは 82.4 ということでね、はあ、やぶよ、あ、おお、たまたまやぶよということで、ね、本当にたまたまなのか、信用はできないから、ね、そんな、なんか、どこでもできんだから嘘つき星になってたもん、ね、嘘つき星になってたもん、ね、嘘つき星ウソップの技みたいになっちゃったけど、ということでね、御三家全部回った、感じ、はいはい、ちょっとね、それぞれの引いてたところが一個ずつあったなというのがありましたよ。ポケモンみたいじゃん。どれを選ぶかな、大木戸、ね、じゃん、で、最初に行った砂場、砂場はね、蕎麦湯が一番うまかった。蕎麦湯が一番うまい。これはぜひとも何度も飲んでほしい。で、次に行ったさらしなさん、これは麺がうまかった、一番。麺だけでずっとすすれるぐらい、あ、たぐるというらしいですけど、蕎麦は、ずっとたぐれちゃうぐらい。そしてやぶそばさんはつゆがうまいね。ずっとつゆだけ飲めちゃう。
じゃあ一番危険な店じゃないですか、もしかしたら。まあ言い方変えれば一番好きかもしれないね、やっぱ辛めだし。そうか、間違いない。というわけでね、これ三つの前やっと行ってきたんで、この次からね、派生したいろんな蕎麦屋行きますよ。うん、だから港屋さんね、あずっと行ってた。ってたそれから横浜にある港屋さんというのもあるんですよ。藤山森というのやつ。ビーガンがちょっと今あんまり出てきてないんですけど、ビーガンも染めつつできますんで、はい。じゃあ皆さんもね、好きなポケモンを選んで、はい、繰り出してくださいね。以上です。ごとです。Thank you.